因数分解と展開のまとめのところがあるんですよ。そうですね。これです。36、37を開けてください。36、37。36、37ですね。左側の1から4までですね。36ページの1から4を先にやってみてください。ですか。左側の1から4です。先に行きましょう。36ページ。もうそろそろちょっとまとめに入りたいと思ってます。何回も繰り返したい。これがあるとさ、みんな疲れてくるようですね。先に。明日試験ば、過保中。明日試験ば、めっちゃかわいそう。今、だから、カオチューの女の子二人だけ、隣の教室でね、ちょっと、個別にやってみます。はい、じゃあ、どうぞ、左半分先に解いて、で、解き終わったら丸付け先してください。解き終わったら丸付けしましょう。
終わった人は丸付けをしてください。左半分は練習したはずなんでですね、なんとかできたら全問正解近いところでクリアしてほしいなと思います。どうぞ終わった人は丸付けお願いします。
使おうと思います。よし、じゃあ説明をしたいと思います。説明します。ですか。ですね、ちょっとみんな自分の 丸付けした？あれ、エラ遅いぞ。そうなの？あれ、どうしたみんな。これは相当練習くらいなんで、左側が楽勝つくるのができてもらえる予定だったのに、ちょっと予定が狂ってきたわ。こんな感じですか。あ、いや、そっちだけでいいですよ。あ、いいですよ。左側だけですよ。いやー、なんかあんたたちがちょっと期待を裏切ってくれたな、見事に。これはいかん。これはいかん。仕上がりが悪い。ちょっとノートを出してください。
びっくりしました。これはいけません。はい。ちょっと今、ザザッと見て、皆さんの熱が多かったところをちょっとね、説明しますんで、できた人はちょっと付き合ってください。いや、これ本当、マジでいかんよ。本当。2年の時は関係ないとっちゃ、内申書は。なとにこんなことじゃ、ちょっと、非常にやばいですよ。今見て、まあまあできてる人もですね、いましたけど、少なかった。いやー、ちょっとショックを隠しきらんから。まあ、よかったね。来てもらってよかったです。まあ、例えば、1の2からいきたいと思います。割り算の分配法則だという話をしました。できた人も協力してください。一緒に。いやー、これはびっくりですね。はい。で、あとは約束するだけ。ね。あとは約束するだけ。まあ、とにかく仕上げましょう。今から。ここを練習したら満点狙えるところなんですよ。本当に。ですね。練習してください。はい。約分しましょう。そしたら 3x。たまにこれ消えて0にする人いますんで、一応ちゃんと忘れないようにしてください。3x プラス1。これできた人。はいはいはい。いいですね。割り算の分配法則です。で、3番なんですけど、もうこれ1個ずつかけるしかないバージョンなんですよね。一個ずつ、公式に慣れてしまったかもしれんので、一個ずつ書けるバージョンが、ひょっとしたらちょっと忘れてる人もいるかもしれませんでした。まあ、後ろは振り返らんけんね。とにかく、修正しましょう。できんちゅうことは分かったけん、練習しましょう。もう書けるしかないです。これ。こことここが同じだったらいいんですけど、違うときは1個ずつ分配するしかないですよ。6x2 乗プラス 21xy マイナス 2xy マイナス 7y2 乗。ね。というわけで、6x2 乗。で、こことここは同類項ですから、プラス 19xy マイナス 7y2 乗。はい、これできた人。はいはいはい。これ1個ずつ書けますよね。あ、明日頑張ってください。はい。応援してます。はい。よし。いよいよ明日の試験ですね。1学期のね、半分よね、中間。大変と、連休明けに試験とか。x2 乗プラス 4x マイナス5。もうこれも同じですね。これも1個ずつかけたらいいです。1個ずつかけます。で、これもかけます。あんたたちの学力やったら、これは、あ、いいんかね。そうね。できると思います。x3 乗でいいですよね。プラス 4x2 乗をマイナス 5x、x をこう3回かけました。マイナス 4x2 乗、マイナス 16x プラス20ですね。マイナスとマイナスでプラスにできるかどうかがポイントでした。あとは、同類項が、こことここが同類項です。それと、こことここが同類項です。大丈夫ですか？あんたたちの学力からしたらね、できると思いますよ。ほんと。いやー、びっくりしました。で、これ3乗ですから2乗と勘違いしないでくださいね。今まで3乗ってなかったわけですから、2乗と間違いないようにしましょう。はい、できた人。うん。ですね。OK です。次です。公式。公式ですね。消しますよ。消していいですか？はい。公式の方が早いよね。公式を使うと早くできるけんね。これで公式の価値があるわけですよ。公式だね。はい。では行きます。2番です。ちょっと間違いが多いやつにしたいと思うので、間違えた番号を手を挙げてください。1番間違えた人。2番間違えた人。うん。3番間違えた人。4番間違えた人。5番間違えた人。
あ、はいはい。じゃあですね、ちょっとだけ説明させてほしいところあるんで、245しますね。まあ、手上がってなかったですけど、あれですね、ちょっとだけ心配なところあるんで、ここが同じじゃないですか。横にね、ノートちょっと取ってもらって、横にこれ変えてもらっていいですか？はい、このところ並べて変えてください。横に。椅子。これでですね、書きました。もうとにかくチャンスなんやきね。2年の時サボった人は特に。もうリセットされたんですよ。ボタン押されたんですよ、リセット。あとに前を引きずって何も勉強せんかったら、チャンスはみんなに平等にあるんですよ。チャンスみんなに平等に来ようのに、チャンスを逃しようわけです。自分で。いいですか？はい。足し算と掛け算すればいいですよね、これ。で、x2 乗。で、足してマイナス 6x プラス5で、これはほとんどの人ができると思うんですよ。で問題は、ここに4がついちゃうんです。それと X じゃなくて A になっちゃうんです。勘違いしやすいんで、ダブルでね。でまず、4416A2乗。これはいいと思います。でですね、足した答えにこれをかけてください。これがポイントなんです。ここはただ足し算するだけで、X やったけは別に何も問題なかったんですね。足し算した答えに、こいつをかけるんです。このバージョンは。いいですか？大丈夫ですか？いいですか？あくまでもこれ公式なんですよ。やっぱり一個ずつこう分配しないでください。なぜかちょっと一個ずつしよったら、技が身につかないです。いいですか？何でも力ずくでしようとするんで、技が身につかない。あなたたち部活しよう人や、ほとんどの人がわかると思うけど、部活しよったらやっぱ技術を上げないかんときはあるじゃないですか。当然。ですね。で、それともう一つは、なんと言っても時間が短くてするんです。一個ずつ分配した人は一行多くなるんです。公式を使った人よりも多くなるんで、時間のロスも出るわけです。じゃあ行きますよ。もう足したらマイナス6やろ。ね。それにこれをかけるんです。わかりますか？足し算した答えに、こいつをかけてください。ここに数字があるときは。なかったら本当はこれもかけるんですよ。けど数字がないけん、ただ足し算しただけでよかったんやけど、今回はここに数字がついてるので、足し算した答えにかけるわけですよ。いいですか？これメモじゃないですか？いいですか？これをかけるとかね、忘れるなとかね、俺しよったよ。中学校の時。忘れるなとか気をつけろとか自分でしよったよ。ノート。オリジナルのノートがポイントじゃないですか。個性。いいっす。俺はほんとみんな同じノートって大嫌いで、みんな同じ人間なんち言いたいで。特に大事なところを忘れんようにしてほしいんで、いいですね。足したらマイナス6でこれをかけますんで、マイナス 24A ということになります。プラス5です。当然、一個ずつかけた人も同じ答えになるんです。当たり前ですけど。けど、こっちの方が早いんです。まずこれとかかけて 16A2乗、足し算してマイナス6、それにこいつをかけてマイナス 24A、最後これをかけてプラス5ということになります。大丈夫ですか？いいですか？はい、じゃあ4番。で、4番は、二つのパートに分けてください。はい、問題をまず移しましょう。括弧の二乗の攻め方ですね。括弧の二乗の攻め方は、二つのパートに分けます。で、こいつの二乗でサザンが 9x2乗。こいつの二乗で、プラスですよ、プラス。4416。で、前も言ったと思うんですけれど、思考感と総合ですね。に行く人の唯一の違いがここなんです。総合の人は、両端この2乗だけする人が多かったんです。昔よ。昔。今年行った先輩たちは総合でもよく勉強してましたから、多分上の方に行くと思います。はい。前も言ったようにね、総合でベスト3に入ったら9校大推薦行けるんですか？
はい、だけど学校で話していかんすよ。頑張ったら休校代、でも休校代って過去から休校代とか入らん、東から全然入らん。まあ、だけど総合から行くっちゅう道もあるわけですから。ですね。過去が偉いわけでも何でもないです。結果は社会に出てからが勝負なの。この地域や過去っちゅうとすげえとか言うけど、東京行ってね、過去です。はい？どこ？っていう感じになるんです。いいですか？高校が全てでありません。じゃあ行きます。で、2×これ×これでした。2×これ×これです。ね。23が6にマイナス4をかけてください。マイナス 24x。ただこれを3つかけるだけなんですよ。もしこれがまだできてない人は、なんでこうやって別々にしないんですかって聞きたい。こうなったら絶対できるはずなんです。もう大概で目覚めないか、そこまでバカじゃないです。本当にできてない人に言いたいけど、もしいたらよ。いなかったら OK です。もしいたら、あんたそこまでバカじゃないって。言われたことしよらんだけです。2、3、6、6、4、20はできます。ね。てか真ん中の符号がここに来ます。ちゃんと。ですか？で、最後です、最後。最後は、足しなさい、引きなさいのバージョンなんですよね。じゃあこれも書いてください。2つ横に並べて書きましょう。これもですよ、間違えた人はね、絶対できる力を持ってますんで、なんですね、見破ってほしいわけです。5番ですかね。QA と 2B ですよね。QA プラス 2B。QA マイナス 2B。ね、はい。こっちは x プラス y、x マイナス y です。これが公式中の公式ですね。公式。二つの文字が一緒で真ん中だけ足しなさい、引きなさいになっちゃうんです。ですか？はい、そしたら2乗マイナス2乗でした。足しなさい、引きなさい。まあ、俺は丁寧にそう言おうけど、和と差の公式って普通書いてあるんです。和と差の公式。は2乗マイナス2乗なんです。たったそれだけなんです。2乗すればいいんです。九九81と四、意味が四なんですよ。足しなさい、引きなさいの形になってるということを確認してください。何でもいいんです。ここ分数でも何でも構わないんです。形がこう全く一緒で真ん中がプラスとマイナスで入れ替わっちゃうということを確認したら、九九81。マイナスよ。マイナス焼き。ですね。で、22が4。これで終わりです。ですか。はい。じゃあ、その次行きたいと思います。消しますよ。消しますよ。ですか。なるほどね。いや、学校の授業中も練習してないんじゃないですか。もう展開がどこの中学校終わったわけでしょ、多分。もうちょっともし、いくらなんでも。ね、展開終わっとかんといかん状況だと思いますので、まだこの展開で引っかかっちゃうということは練習不足ですよ。授業中寝ちょったかなんかないかなって心配します。で、これですね。で、これ、応用って言われてるんですけど、全然応用ないですよね。なぜ？ 2 回すればいいでしょ？これとこれ。はい、映したらもう一回ちょっとやってみてください。特に括弧の2乗でさっき引っかかった人、今度リベンジですよ、リベンジ。リベンジって言葉を使った松坂なんですけど、松坂最近どうなんですよね。リベンジというのは、負けたら負けっぱなしにならないでやり返すことですよね。問題やったらいいですよ。人間やったら問題やろうけど。問題にやり返してください。さっきやられた人は。いいですか？人一倍練習する。なんか。ですね。はい、行きましょう。X2 乗。で、2×これ×これ、真ん中の符号はそのままここに来ます。プラス。
2×これ×これ D8X+CC0。 はい、これできた人。この時点でこれできた人。はい。はい、間違えた人はもうちょっと本当大反省をしてくださいね。いいですか。差をつけられますよ、確実に。みんなできるみたいな。その次です。これは足し算と引き算の、あ、ごめんなさいね。足し算と掛け算の形ですよね。で、こうしてください。マイナス、カッコで食ってください、後ろ。ですね、絶対ね。x2 乗、足して2、かけてマイナス3。ですね。ここが数字がなかったらめちゃ楽勝なんで。で、必ず、俺たち問題を出す方はこうマイナスにするわけ、あえて。マイナスにすると。そうですね。もしプラスやったら、ここ符号が間違えても大丈夫なんですけど、マイナスやったらこう分配して符号を変えないか。符号を変える必要がない、プラスはね。だからミスが起こりにくい、マイナスはミスが起こりやすい、兼チェックかけやすいでしょうね。はい。マイナス x2 乗、マイナス 2x、プラス3です。で、こいつが消えます。で、8から2引いて 6x、プラス19と、いうことになります。できた人。はい。間違えた人、どこ間違えたか自分でチェックしてください。いいですか。なんとこれが応用みたいな、いろいろな、なんか展開のところに入っちゃう。どこ応用なんて言って、基本を2つ合わせただけやん。ね？そんなもんないよ。応用ってそんなもんな。基本を2つ3つ組み合わせて応用ってできちゃうんで、普通。一発でできるのが基本。ね。大丈夫ですか？もう次はしませんよ。次はしません。足しなさい、引きなさいですから、さっき、2番の5をミスった人は、3番の2の前半戦はリベンジしてください。足しなさい、引きなさいね。さあ、4番ですよ。4番です。意外と4の1が引っかかったかもしれないですね。ちょっと熟であんまりこれを共通しなかったんで、同じ文字や数字のことを共通因数って言うんですね。同じ数字や文字があったらそれで作ります。4番の1。因数分解した後の答えの形ですけど、こんな形か、こういう形か、最終的に、こういう形のもあるし、こういう形のもある。この4つの形のどれかです。因数分解した後は。ですね。はい、4の1です。5A というのが同じのがあります。5A が共通ですね。25A2 乗と 5A2 は共通なのは数字は5。そして A が共通なんで、5A でくくる。括弧の中何を書いたらいいか、5A で割った残りを書いたらいいです。5A で割った残りを書いたらいいですね。ということで、答えは、5A-1。はい、これできた人どんくらいましたか？できた人。はい。間違えた人、あと一回解いてください、もう一回。めちゃくちゃ差ついそうですよ、もうすでに。やばいですよ、ほんとに。平均切ったら思考感きついんですよ。学校の平均切ったら思考感きついんです。学校の平均で思考感使うんだ。で、まあ、一中はね、学校の平均が東ラインなんで、県の平均近いんで、学校によるんですけど、普通学校の平均は思考感値を持ちょったらいいんで、平均に変えた思考感も危ないよみたいな感じで捉えちょったらいいです。ですね。自分がどこに行きたいかは自分でもちろん決めていいんですけど。で、例えば一番わかりやすいのがですね、学校の先生に、ですよ、今年、例えば顔に何人入ったか聞くんですよ。例えば10人入ったとか聞くじゃないですか。で、クラスが2つあったら、クラス5番以内に入っちゃうね感じことがわかるでしょ。それを調べるんですよ。これが学校によって違うわけですよ。学校のレベルによって。それで大体自分が行きたい地高校に何番ぐらいにおったらいいっていうことが捕まえられる。はい。
ということです。まあ、大雑把に言うとですね、大体ですよ。まあ、プラスで、最低やっぱり5番以内でおらんと、カホとか狙えんやろうし、10番以内ぐらいで東やろうと思います。大雑把に言うと。はい。まあ、学校によって違うんでね、そうちゃんと調べてください。ですか。はい、じゃあ、その次ですね。ですね、3番いきます、4の3。x2 乗プラス 8xy プラス y2 乗ですね。あ、ごめんなさい、7y2 乗でした。はい、問題を移してください。問題を移してください。はい、右側に同じ問題を移してください。y があるやつとないやつに分けます。ですね。で、特にこいつは簡単な方で、もうクイズみたいなもんよね。足して8かけて7って何ですかみたいな。で、空白が多かったんで、ちょっとそれで俺驚いたんですよ。あれ？解けてないのかなって思って。これ、こういうふうに言うたよね。もう XX 書いて考えり。で、全部プラスなんでしょ？全部プラスの時、こうプラスプラスよね。もうここまで準備した後は、数字を考えたらいいんですけど、遅い人ってまずこれ書いてないんですよ、共通なのは。だからこれ、ある中学校の先生が先にこれ作れって言っちゃったの。素晴らしい教え方やなと思って、俺も真似したんやけど、遅い人の特徴は、じーっと見て何も行動しないんですよ。だからその分遅れるんですよ。その陸上の人いますけど、ピストルになってもじっと構えてるんですよ。まずは走り出さないかんですよ。それから頭速いかどうかなんで、スタート遅れたらもちろん遅いわけよ。だけ、映し始めるのも速くしなさいとか、書くスピードも速くしなさい。今年のテーマはスピードってずっとあんたたち言い続ける、ね。スピードテーマだ、本当に。ですか？速くして、絶対速い方が何でも得なんです、本当に。何でも得ですよ。ですか？考えている間にももう、美味しいとこ全部持っていかれるんですよ。椅子。社会に出たら特にそうですよ。はい。で、かけて7やったら陰質が7でしょう。それしかないでしょう。ね。じゃあ、これとこれ違いは何かって言ったら、y がついちゃうかついてないんです。だから、答えは、この横に y、y をつけたらいいんで、1y1 のない t、ただの y ですね。だから、y があるのとないので、もし、なんか、あれって思った人がいたら、こうやって勉強したらいいんですよ。こうやって勉強して、ここに y をつけるって考えたら何の問題もない。ですか。塾で練習できて、学校でも練習できる気、絶対できるはずなんです。もしできないとしたら、相当頭が悪いかしない。めちゃくちゃ言える。違うんです。そのせいにするんですよ。頭悪いけど、そうやないです。練習してないです。練習してない。普通に日常生活を送ってテレビ見たりして理解できたりとか笑ったりとかいろいろできる人はできます。絶対です。ですか。ね。もうすごいじゃないですか。もう本当いろいろハンディキャップある人でも乗り越えてできるようになる人って多いわけですから。ですね。ですね、どれ行きましょうか。はい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 。で、このバージョンなんですけど、一つだけ注意させてほしいのは、こう書く人がおるってたまーいね。こう書く人がおる。かけて9、足して6とか言うとか。で、このこう書く人は、消さんでくださいよ。いいですか？もしこう書く人がおったら、こうして、バカチ書いてくださいよ、自分で。人に言われたら頭くるけど、自分で書けばいいわけです。俺自分で書けたしか。ミスったとき。で、x2 乗をあんたはこう書きますかみたいなこと、こういうの書いちゃうわけですよ。当たり前やろ。x2 乗、xx と書いたら笑われねえわ。同じもん2個並べて何も感じてない。相当おかしいっすよ。で、それよりも何よりも、
俺はこれ、あんたたちに教えたときに、秒殺値を教えたはずなの。1秒でできない感知を教えた。両端が2乗のときは、90% 括弧の2乗ですよ。90% 括弧2乗ですよって教えたんです。ですか？両端2乗のときはね。いいっす？ということです。いいっすか？で、このイメージがあって初めて、その下の問題が解けるんです。5番の問題。両端が2乗やったら括弧の2乗じゃないかなっていうことで、ちょっとアンケート通りね、これできた人どんくらいいますか？はい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 。これは情けないっすよ。時間がない、なかった人、これ、即してください。これ、7749やろ。1秒しかやらんよ、ほんとに。マジ、1秒しかやらんよ。1秒でできるとって、もう見た瞬間に答え書けるとって。両端が2乗やったら、括弧の2乗になると、俺は自分の頭の中を分析して分解したらそれしよっちゃう。少なくともこのメンバーの中の誰よりも、とりあえず今のところ早いと。で、早い技を教えよっちゃうさ。両端が2乗やったら7749やろ？マイナスやろ？いい位置がいて、これで終わり。こんなんあった。こんなこと。7749ぐらいすぐ浮かぶくさ。で、これ、ミスった人、もう一回してください。許しません。許せません。こんなとこで引っかかり打ったら、もう、とてもじゃないけど、80、90万円とか、全然もう、20、30で止まるっすよ。本当に。マジな話。で、なんか、平常点稼いで、良くて3とか言う。3っていうのは、よほど悪くないと3来るんですよ。提出物してないとかね、授業中居眠りしてたとか、なんか授業中態度が悪いとか、で、テストが20、30切ったぐらいかな。で、2行きます。はい。普通に40、50取り寄って、で、まあ提出物もちゃんとして、きちんと聞き寄ったら3です。ですね。自分の今まで、もし2の科目があったら、自分で、どこが悪かったかを考えてみてください。自分しか分からんけ。2は絶対避けたらいいですよ。ですね。大雑把に言うとですね。まあ、黒子はちょっと顔より倍率高いってやれるけど、過保は、オール4以上ですね。数値表、オール4以上。とりあえずよ。目標、オール4以上。ただ安心して受けられる。まあそれをひっくり返した先輩もおるけどね。今年めちゃくちゃ通知悪かったけど、もうこっちヒヤヒヤやったけど、なんとか本番のテストで取ってくれたけど、なんとかなったけど。やっぱ安心して受けるためにはオールインです。東は9科目のうち半分4、半分3。ぶっちゃけ。半分4、半分3。ですか？だからまあ理想的なのは9科目のうち5科目4で、4科目は3。思考感はオール3。オール3。2はどの高校もやばい。特に東は2あったらアウトです。東一番内申書厳しい。2あったらアウトなんで。ね。いいですか？もうね、あっという間に体育祭でどの子のうち言ったらもう期末になるとよ。最近今の段階でできてないとかも早急にできる瞬間と、いけません。時間がないです。ここで6番いきます。あ、ごめんなさいね。これなんですけど、今までの問題の中で特徴があるんですけど、何ですか？ 2 個しかないです。2個しかないのはもう足しなさい引きなさいしかないんですよ。その意味さえわからん人がおったけどね、2個じゃ何ですか？例えばさっきまではこういうふうに3個あったやん、1、2、3個。これ明らかに2個や。2個しかないときは足しなさい引きなさいしかないったよ。で、これ何の2乗かだけ考えて、
で、何の二乗かが分かったら、足しなさい、引きなさいです。足しなさい、引きなさいです。いいですか？いいっす？ちょっとね、スピードも遅いし、いやいや、いかんっすよ。練習したら、これ、ここのところめっちゃ早く解けるっちゃ。最近スピードが遅かった人は練習がほんと少ないと思いますよ。それか、ゆっくり解くような習慣がついたのかですね。学校の授業とか教育に丁寧に解いてしまったのかどうなのか。だと思います。はい。じゃあですね。5番は、ここにヒントを書きます。ので、だからちょっと5番解いてもらわなかったんです。基本ですね、5番は2回因数分解するっていうのが基本です。ですか。2回因数分解します。まあ今日はね、祭日なのにさ、ちゃんと来てくれたけんね、それはもう本当にあんたたちに大感謝するんで、それでできないところが見つかったっていうことは、とってもいいことだと思いますんで。いいですか。で、2回因数分解するって何なのかっていう話なんですけど、まず数字や文字でくくるんですよ。これなんでくくれますか？ 3 でくくるでしょ？全部3の倍数でしょ？ 3 の倍数でしょ？だから3でくくる。これで1回目なんですよ。いいですか？いよいよさっぱわからん人は、同じ数字とか文字があったら、それを括弧の前に出していいっていうルールがあるわけですよね。共通因数というわけです。ほいで、今度はこの中をもう一回因数分解する。それはしませんよ。そうしたら答えになるんです。はい、2番も同じです。最初 A でくくってください。ですか？ A でくくってください。はい、3番は 2A でくくってください。つまり、A で来るって意味がわからんかったら、A カッコということにするということです。2A で来るっていうのは、2A カッコにするということです。そして、この中を見たら、例えば、掛け算と足し算とかね、いうことなんで、いいですか？全然大丈夫ないですよ、こんなもん。話すですよ、ほんと。いいですか？ですね、これはなんでくくれるかっていうのは、2やね。2でくくる。そしたら、括弧の中が2個です。2個ちゅうことは足しなさい、引きなさい。はい、5番ヒントだけ書いておきます。これ、括弧を外してください。括弧を外して因数分解する。先に括弧を外してください。6番も括弧外しても OK です。6番も括弧外しましょうか。ちょっと6番2つやり方がある。あ、でも括弧外そうもやね。はい。はい。じゃあこれヒントで、さあ皆さん6台にチャレンジしてください。どうぞ。頑張りましょう。ヒントを参考にして頑張ってください。
だ一回しかしたら怖いんですよ。二回したら過去の中をもう一回ちゃんと見つけて。そういう二回する、二回するっていう。過去の中をもう一回すると。
じゃあ行くよ。いいですか。あのね、これで終わったら1回しか因数分解してないよね。これ2回値変えたやん。2回値。いいですか。それで、括弧の中をもう1回してくださいってさっきお願いしたやん。意味がわからんとかもしれません。意味はね、例えば、これ因数分解しなさいって言ったら仕切りたいの？これだけやったら。まだ因数分解できるとに途中でやめたら、まあ、約分してないのと同じみたいか、分数の約分してないのと同じみたいなことになると。そういうことやん。分数約分してないのがあったら、やん。例えば4分の2とか言って答えにしたら、まださらにもう一回約分しなさいとか言われるやん。ね。それ、2回経ったら2回するだけじゃん。さっきも言うたこと、あの、応用問題みたいになっとったよ、ここね。でも全然応用ないとよ。基本は一発ですぐ終わるけど、この応用みたいに言われちゃうやつは、一回した後、もう一回中だけやるっていう話なの。理解できる？できる？これだけやったらするやろ？これだけやったら因数分解しなさいって言ったらできるやろ？ね、できるやろ？その前に一回3でくくりなさいって話だ。いいですか？大丈夫ですか？はい、つまり、まあ、ちょっと俺の言よった意味がわからんやったとかもしれんかったが、はい、あとは足しなさい、引きなさい、焼き、ああ、なんか薄いね。あれ？ないとかや。ちょっと急に黒に変わりますが、ですか？はい、ここがマイナスの時はね、プラスとマイナスな。だって、かけてマイナスってプラスとマイナスしかない。ですね。ほいで、プラスの方が4で、2。はい、これが答えになりました。できた人。これ、途中で気がついてやってるんですよ。はい。いいですか？はい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 。はい、OK です。そういうことなんですよ。いいですか？大丈夫ですか？はい、じゃあ今度 A でくくるちゅうとこ行きましょう。A でくくる。ですね。B 以上マイナス 8B プラス12になります。A でくくるとね、これ A 外してんしゃい。そこの式と全く同じ式になるけどね。ですか？
で、もう一回この括弧の中だけ因数分解します。ここがプラスで、ここマイナスのときは、マイナスマイナスです。マイナスマイナス。ですか ?2612 しかないでしょう。3412はダメでしょう。ね。足してマイナス8かけてプラス12です。はい、今度 2a でくくりましょう。2a でくくります。そうするとどうなるかっていうとですね。x2 乗 2a でくくると、マイナス 2x プラス1。はい。これ、両端2乗で気づきました？両端2乗。両端2乗で括弧2乗ですよ。ですか？いいですね。だけん、2a 括弧 x マイナス1の2乗。2a 括弧 x マイナス1の2乗です。はい、4番です。4番2でくくるとどうなるかっていうと、4a 2乗マイナス9ですね。2個になっちゃったから2個。2個しかないときは足しなさい、引きなさい、とにかく。2個しかない、足しなさい、引きなさい。だから、2括弧、2a 足しなさい、2a マイナス3引きなさいということです。はい、これできた人。もう今すぐもう一回解いてください。はい、ありがとうございます。もう間違えた人も本当許しません。許せません。今すぐもう一回解いてください。間違えた問題だけ。もう一回どうぞ。いいっすか。まあ、とにかく今の段階でですね、計算力をつけちゃってほしいからね。展開と因数分解に関してね。で、最後の仕上げで、応用問題がいろいろあるんですよ。図形があったりする。で、その応用問題に行きたいわけ。だけん、まずは今のところで計算問題をとにかく今週中には絶対身につけちょってほしいんで、いいですか？だから学校のワークとかの最後のまとめの問題とかしてください。もう最後ら辺のまとめのところから前に戻ってきていいですよ。ですね。いいですか？まあ、これはね、時々間違えたところをやり直すのに使ってもらったらいいんで、問題数かなりありますから、学校のワークとかで間違えたところをこれで探してやればいいと思います。いいですか？はい。じゃあですね、あと最後の2題ですけど、最後の2題。まず、括弧を外しましょうという話ですね。括弧を外しましょう。括弧を外しましょう。今日ちょっと心配になったけん、印刷するんで、もう一回家に帰ってからですね、解いてみてください。今日じゃないでもいいですけど、明日でもいいんで、もう一回印刷するね。これか。はい、x2 乗プラス 4x マイナス21。たったこれだけですよ。ね。たこ普通の問題でしょ。普通の問題。3721でしょ。ね。で、ここがマイナスやったら、足しなさいと引きなさいになるわけですから。3721ということで。はい。こういうことですね。OK ですか。それからもう一個、6番も同じです。ここできた人。これできたでしょ。これできると思います。書くはずしたら。はい。で、6番の問題です。これもですね、書くはずしたらいいですよ。あ、4か。4か4か。書くはずしたらいいですよ。で、両端2乗ですよね。かけて、こうですね。2かけ、これかけ、これで、この符号、このまま。もうそろそろ括弧2乗全員できてほしいんですけど、プラス416。ほいで、ここをまとめたら、マイナス 10x になります。はい、こうなったら、プラスとマイナスやったら、マイナスマイナスしかないでしょう。で、2半16ということになります。
二八五。ですか。ね。いけると思いますけどね。いけると思います、本当に。はい、じゃあ、ですね。あと6、7、8が、さっきちらっと言った仕上げの部分なんですよ。大雑把に言って。やけん、今の段階で計算ができちょかんと、6、7、8に入れんとですよ。安心してね。ですか？だけん、学校でもしっかり練習を続けてください。ですか？はい、そしたらですね、英語の方行きたいとちょっと思って英語を用意してたんですけど、これ調べてもいいので、調べてもいいので、何してもいいです。ちょっと解いてもらっていいですか。で、ワーク持ってきちゃう？ワーク持ってきちゃう人はワークでいいです。ワークのレッスン1のまとめですね。はい、横と後ろに回ってください。はい、後ろに回ってください。これ調べていいです。まあ本当に覚えてない人とかも絶対見てもわからんとですから、レッスン1のポイントとかね、塾で配ったやつとか重要表現とかいろいろ調べていいので、その後ポイント説明しますんでいいですか。はい、じゃあどうぞ、まずはチャレンジしてみてください。
調べていく。まだ出てないはずや、覚えてなかったり。
しのげるなんでもあるかね。直接配ったやつとかでもいいかな。今のベストバーのまとめみたいな。ノートに調べるの出していい？違う。なんで出してないと？そういうの困っちゃう。あ、バカ。なんで？そうね。ああ。そうですか。じゃあですね、ポイントを説明したいと思います。それは日中のワークから取りました。日中のワークから取りました。で、ポイントをですね、お話をしたいと思いますので、レッスン1を仕上げたいんですよ。今の段階。もうね、ほんと日にちがないんで、仕上げに入りたいわけです。いろいろ。ですね。で、前半戦はレッスン1。で、期末の範囲はですね、毎年レッスン1とレッスン2だ。1と2なんです。毎年。ですか？だから、まずはレッスン1を仕上げてほしいと思ってます。あと、プレレッスンもちょっとだけ入ります。ですね。はい。それでですね、今配ったレッスン1のまとめなんですけれど、答え合わせをしたいと思いますから、ちょっと準備してください。ん？あ、違う。これだ。いきまーす。発音が同じものに丸、異なる×を書きなさい。shrine ですね。shrine, I eat dish, ×です。shrine, I eat dish, ×です。ノートも用意しておいてください。ノートも。すぐその場で練習してもらいます。ですね。はい、それから、senior と even。senior と even どっちも e と伸ばしますから丸です。でそこら辺の答えはですね、皆さん丸とか×変えてもダメや、後で復習しにくいやね、後で復習しにくいから、どうしたらいいかっていうとですね、シュラインで e とか書くんですよ、dish e とか書くんですよ、だから×ですよとか、発音記号は確かにあるっちゃあるんですけど、
発音記号あるんですけど、カタカナで書いちゃってください。シュライン神社。書いてますか？プリントに書いて、で、なんで×か、ね、理由をちゃんと書いておいてください。シニア、イーですね。シニア、イーブン、イーブン。これ丸です。シニアとイーブン。ウージュ、短いウですね。スクール、ウー、はい、×です。ウーで、スクール、ウーで×です。次、ランナーとして知られている、ビーノンですね。ランナーとして知られている、これがランナーとして、で、まあ、ここは伊豆かアーナーまあ、大抵伊豆でしょう。ランナーとして知られている。はい、これノートに3回ぐらい書いてください。受動体。いや、3回じゃ足りんな。書き合った人に10回ぐらいいくよ。絶対出るんですよ。絶対出るっち分かっちゃうところを抑えましょうよ。絶対出るっち分かっちゃうところ。ランナーとして知られている。次、ランナーでできている。ランナーでできている。ですね。was made of.作られて、言いたいね、過去形やね。was made of。 例えば木でできているというのはこれ、まあ、ウッドが木なんですけど、はい、何々でできている、木でできているとかいうときは、まあ、ウッドはね、別にして何々でできている、was made of です。was made of。 で、でしたよね、何々でしたよねというときは、wasn't it です。わかりましたね。wasn't it です。はい、これもチェックしましょう。はい、どうぞ。これ、不可疑問文と言います。普通の疑問文って何なんでしたかって聞くんですけど、例えば部活とかで、例えば明日さ、明日の集合時間値、これすぎちょっと、いや、やばいやばい、ごめん、すいません。いや、ここちょっと駐車場俺早出なんと締め出されるんですよ。皆さんの向かい来ちゃう人待っとるしかでしょ。ね。はい、じゃあ終わります。すいません。時間のことすっかり忘れちゃったやつ。あ、もう理科したかったけどね。理科したかったけど。ちゃんとワークを進めてくださいね。さっきワークの話してましたね。ワーク、理科もちゃんとしておいてください。はい、じゃあ終わりまーす。